こんにちは、MB です。今日は話題のユニクロコラボ、今回はニューヨークのブランドセオリーとのコラボレーションについて語ろうと思います。全型ユニクロセオリーコラボ購入したので、今日は今から買えるメンズ8型すべて YouTube で紹介しようと思います。はい、ユニクロ×セオリー、もう何回目のコラボでしょうか、ちょっと忘れましたけども、公式ページこんな感じで出ております。で、一部完売している商品もあるんですけれども、今回は完売している商品は触れずにですね、今から買えるのが全部で8型あるんですけれども、8型、在庫のあるものに関してちょっとこう紹介していこうと思います。いいのと悪いの今回ちょっと混ざってるので、ぜひ最後までご覧ください。8型すべて語らせていただきます。ポイントを絞って一つ一ついきましょう。ではまず一つ目、こちら。エアリズムスリムフィットフルオープンポロシャツ半袖2990円でございます。これね、一言で言うと、ビジカジ仕様できる快適ポロシャツなんですが、まあ、ちょっと気になるところもあります。ポイント3つに絞って話させていただきます。ポイント1つ目、見た目は高級素材、本当は化学繊維の二面性というところですね。1つ目のポイントは素材の話なんですけれども、これ最近ユニクロよくやりますね。表側は天然繊維っぽい風合い。これ今回カノコ、いわゆるポロシャツってこうザラザラするような素材感あるじゃないですか。いわゆる普通のラコステとか、ラルフローレンとか、フレットペリーとか、まあ、そういうポロシャツで見かけるカノコっていう素材ありますね。通気性がいい、ザラザラした素材感。表面はね、これカノコになってます。ただカノコなんだけど、ラコステのカノコとかってちょっとこう粗いものが多かったりすると思うんですけど、かなり細かいカノコでですね、ツヤがあって高級感があります。で、裏側はどうなってるかっていうと、実は同じカノコになってなくて、表は天然繊維っぽい高級感のあるカノコになってるんですよ。ツヤ感のある、これ画面で見ても高級感、多分生地の風合い伝わると思うんですけれど、裏側はなんとエアリズム素材になってるんですね。あのテカテカしてるエアリズム素材です。こうするとどうなるかっていうと、見た目は高級感があるんだけど、裏側はもうスポーツで使えるぐらいの素材感になってるので、まず接触冷感、こう触るとちょっとヒヤッという風合いがあります。そして通気性、もうこれ軽くて通気性めっちゃいいんで、汗だくになりそうな真夏の時期とか最適だと思います。そして速乾性、これ洗って割とすぐ乾いちゃいます。まあ、エアリズム1枚でも持ってる人は実感できてると思うんですけど、もう乾燥機とか浴室乾燥機とか使わないで、洗って普通に干しとくだけでも、例えばビジネスホテルでそうやっても、次の日には絶対乾いてるぐらい、めっちゃ素早く乾くんですよ。なので、まあヘビーユースして汗だくになっても次の日また使えるっていう素材感の良さ、高機能性はめちゃくちゃあります。この辺がまあポイントですかね。表は高級素材風、裏はスポーツ素材っていう、これ2枚生地貼ってるわけじゃなくて、素材の出し方、糸の出し方を調整してるだけなので、軽さもあるし薄さも担保できてるので、2枚重ねるとどうしても熱くなっちゃうから、こういう夏のシャツ、香りのシャツとかだとどうしても暑苦しくなっちゃうと思うんですけど、あくまで1枚の生地っていうのがポイント高いと思います。そしてポイント2つ目、ステッチまでこだわったビジカジにも使えるシンプルさ。例えば襟の部分ですね、ちょっとよく見ないと分かんないと思うんですけど、襟の部分ステッチが一切入ってないです。あの普通のシャツだと、カッターシャツとかポロシャツとかだと、こういう縁にちょっとステッチが入ってると思うんですよ。あとこういうボタンの前立て部分、ここに普通、まあ、自分のお手持ちのシャツ見てもらいたいんですけど、普通ステッチがこう糸が入ってると思うんですね。でもそういうステッチ縫製の跡が全然ないんですよ。めちゃめちゃシンプルに大人っぽく見えるので、ドレス仕様ができます。クールビズで例えばそのジャケットの中に着るシャツだったりとか、もしくは1枚で合わせてスラックスに合わせるとか、ビジカジ仕様にバッチリ使えるので、普通のこういうポロシャツとかをですね、あのビジカジ仕様にすると、どうしてもなんかワーク感があってスポーツ感があってなんか安っちい感じあると思うんですけれども、ステッチがなくて非常に綺麗な素材なので、スラックスと合わせると本当に高級ビジカジシャツみたいに見えるので、めちゃめちゃおすすめでございます。ビジカジ仕様の人はすっごいおすすめ。ポイント3つ目、これちょっとごめんなさい、デメリットなんですけれども、サイズ感がジャストでカノコのポロシャツ、これうまく合わせないとおじさん感出ると思うんですよ。
いわゆるですね、トレンドライクなオーバーサイズでは今回ありません。ほぼ全ての商品、ユニクロセオリー、今回オーバーサイズじゃないです。まあ、ユニクロ U とかプラス J とか JW アンダーソンとか、ユニクロの他のデザイナーズコラボはほぼ全てリラックスフィットだったりとか、オーバーサイズっていう体の線を拾わないトレンドを意識しています。これもビッグサイズ、オーバーサイズに抵抗感感じる人ってもしかしてかなり少なくなってるんじゃないのかなって思うぐらい、かなり市場にこう浸透してると思うんですけれど、今回はですね、今回のセオリーコラボはおそらくビジカジ仕様を強く意識しているので、オーバーな感じが一切ないんですね。なのでスラックスとかに合わせてビジカジで使うんだったら全然いいんですけど、例えばこれにチノパンとか合わせちゃうと妙におじさんっぽくなる可能性があります。やっぱりジャストサイズだと僕みたいなムチッとしてる中年はですね、少し体型が出やすくなりますし、若干おじさん感も出ます。そしてカノコ素材ってのもまたちょっとこうおじさん感が匂うような雰囲気なので、スラックスとか綺麗なアイテムに合わせるんだったらいいんですけど、チノパンとかボロボロのデニムとかで合わせちゃうとちょっとおじさん感が出ちゃうと思うんで、そこだけ注意した方がいいと思います。あとはやっぱりサイズ感の話なんですけど、ジャストサイズなんで肩も結構ジャストだし、胸周りもちょっとジャストめなんですよ。なので30代以上の体型に自信のない方はですね、ワンサイズ上げた方がこのアイテムはおすすめです。ちなみに僕175センチで65キロほどなんですけど、いつもは L サイズを選ぶんですけど、 XL を着用しているのでワンサイズ上げた方がおすすめでございます。続いてエアリズムスリムフィットポロシャツ半袖2990円、こちらの商品ですね。こちらは一言でまとめると、ポロシャツは正直これで決まりかも、アンダー1万円なら最強クラスと言わせていただきます。そうですね、言葉通りですけど、アンダー1万円のポロシャツだったら正直僕これ選ぶかなって感じしてます。まずポイント1なんですけど、表と裏で違う高い機能性とあるんですが、これね、さっきの話と一緒です。裏側エアリズム、表高級感のあるスムース素材、今回こっちのポロシャツはですね、カノコじゃないです、スムース素材になっているので、よりあのモダンな印象になっていて、おじさん臭さがなくなっています。そしてポイント2つ目、シャツ生地で高級感をプラスと僕書かせていただいたんですけれども、なんのこっちゃって話なんですけど、よく見てください。実はですね、襟の部分がシャツの生地になってるんですよ。ボディの部分の素材と襟とかこの前立ての部分がこう切り替わってるんですね。だから首周りってすごく目立つポイントなんですよ。皆さん多分あの他人と話してる時って顔周り見ながら話すると思うんで、顔周りってすごく目立つところなんですけど、そこに高級感のある通常のボディの素材よりもさらにツヤのあるシャツ生地を使ってるので、同じポロシャツでも結構高級な印象があります。そしてバックスタイルもですね、上側のヨークは、シャツ素材を使ってるので、こういうちょっと細かいところがユニクロ臭を消してくれてる感じがありますね。まあ、ユニクロってどうしてもシンプル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 っていう風にシンプル思考になってるんで、なんかこう個性がないような、シンプルすぎてちょっとユニクロっぽさが出ちゃうような、そんな印象あると思うんですけど、このポロシャツはね、デザインが程よく、うるさくない程度に程よく入ってるので、本当ユニクロ感がないです。デザイナーズブランドのアイテムって言われてもなんか信じちゃいそうな素材の高級感と程よいデザイン性があります。これで2990円なら個人的には結構おすすめできるなと思いました。で、ポイント3つ目、これちょっとあの重なっちゃうんですけど、被っちゃうんですけど、ユニクロ感ゼロ、今年のポロシャツはこれで決まりというふうに書かせていただきました。まあ、高級感のある素材と、まあ、程よいデザイン性、非常にこうユニクロ感がなくてですね、デザイナーズっぽい印象になっているので、ポロシャツで1万円以下で探している人は結構迷いどころだと思うんですよ。 ZOZO とか見てもフレッドペリーだったりとか、ラコステだったりとか、いろんな選択肢があると思うんですけど、今年は正直これでいいような気がします。スポーツ感がなくてですね、モダンな印象で全然ユニクロ風に見えないので、正直迷ったら僕これがいいんじゃないかなと思います。エアリズム素材で軽くて着心地もいいですし、機能性も高いのでめっちゃおすすめです。ただしですね、1個だけ、ジャストサイズなんですよこれ、さっきと同じようになんですけど、だからオーバーサイズとかリラックスサイズのものを探してる人には向かないので、まあ、ワンサイズ上げてツーサイズ上げてオーバーサイズにするっていうのもありだとは思うんですけど、ただなんとなくバランスとですね、この小綺麗なデザインは確かにジャストサイズぐらいで着た方が綺麗だとは思うので、
まあ、ビジカジ仕様だったりとか、大人の方が細めのスラックスでちょっとこう決めて過ごすような感じの印象だとこれを選んだ方がいいかなと思いますし、もしくはトレンドライクにオーバーサイズなものが着たいと思う人はこれ選んじゃいけないと思うので、その辺だけ注意してみてください。僕は夏場のちょっとこうおしゃれなお店に行くとかさ、夜レストランに行くとかで暑いから半袖着たいっていう時に、まあこういうのを着てスラックスにタックイン、細いスラックスにタックインして、ちょっとこう小綺麗なね革靴とか合わせたりしてっていうのはありかなというふうに思ってるので、おすすめでございます。ビジカジ仕様の場合はもう何も文句なしにこれ一押しですね。ちなみにこのポロシャツはですね、175cm 65kg の私で L サイズ着用しています。着用写真さっきからちょろちょろ出てると思うんですけど、こんな感じですね。ぜひ参考にしてみてください。さあ続いて、ドライ EX カノコハーフジップポロシャツ半袖、これだね、1990円。これは真ん中のこの胸元にジップがついててですね、ジップを開けられる仕様になってます。まあ着用写真こんな感じですね。商品写真こんな感じです。一言でまとめると、むちゃくちゃ快適、むちゃくちゃ快適だけどちょっとランニングウェアっぽくねっていうところが、一言でまとめるとこの商品です。まずポイント3つに分けて説明しましょう。ポイント1つ目、超速乾ドライ EX で快適。これ間違いないですね。ユニクロが誇る快適素材、機能素材ドライ EX を使ってるんですけど、たまにスポーツウェアでドライ EX ユニクロ出してきますけど、マジで快適です。軽いし通気性いいし蒸れないし、文句はないです。着用しててストレスは本当にない素材なんで、夏場めっちゃ暑がりだとか機能的なものが欲しいっていうのは本当にこれおすすめでございます。でなおかつほらジップがね開くから、通気性高めようと思ったらジップ開ければまた涼しくなるし、まあ、そういう意味でも機能性は全く問題ないです。ポイント2つ目、ネックデザインで変化がつけられるってとこですね。まあ V ネック風に開けてきてもいいですし、中に T シャツとか入れてレイヤードしてもいいので、まあ、着こなしの幅としてはちょっと面白いことができるんじゃないかなというふうには思います。ただしポイント3つ目、ちょっと悪いこと言っちゃうんですけど、かなりスポーツ感が強いのが正直ネックだと思います。素材感もシルエットもですね、シルエットジャストサイズなんですけど、素材感はカノコ素材なんですよ。薄いカノコ素材なんでだいぶスポーツ感あります。そしてこのジップデザインとかもちょっとこうスポーツウェアっぽいじゃないですか。でさらにですね、ラグランになってるんですよ。肩の部分がまあこういう、これセットインですけど、ここで切り替えてるのがセットインで、こっからこういう斜め線に入ってるやつがラグランスリーブって言うんですけど、ラグランスリーブってまあ肩すごい動かしやすくて可動域が広いのでスポーツウェアとかで使われる仕様なんですね。でラグランスリーブでカノコでセンタージップでジャストサイズ、これねうまく着こなさないとランニングウェアになると思います。これからジム、これからランニングみたいな風に言われちゃう可能性もあるので、上手に合わせられる人は問題ないと思うんですけれども、例えばですよ、例えば短パンに合わせるとか、これ僕ロングパンツに合わせましたけど、ショートパンツとかに合わせてしまうとちょっとこうこれからランニングっていう感じになっちゃいがちなので、まあもちろん色味にもよるんですけど、黒だとそこまでスポーツウェア感が出ないんですけど、白を選ぶとですね、だいぶ運動着感があると思うので、よっぽどそれが好きならいいんですけど、おしゃれ着に見えにくいっていうデメリットはあると思います。ちなみにこちら僕 175cm65kg で L サイズ着用しています。続いて T シャツですね。エアリズムカノコスリムフィット T シャツ半袖1500円です。こちらはさっきと同じ素材かな、表カノコの裏がエアリズムっていう素材ですね。なのでポイントとしてはですね、表と裏で素材が違う、機能性は抜群、これさっきからよく言ってますけれども、まあ、説明もしなくても大丈夫そうですね。表は高級素材だけど裏はエアリズム素材なんで快適ですよっていうところ。そして2つ目、シンプルデザインで合わせやすい。まあユニクロの今の T シャツの展開だと結構ビッグサイズが多いんですよ。その中でこれシンプルなジャストサイズのデザインなので、まあ比較的こう使いやすいかなっていうのはあると思います。でポイント3なんですけど、またちょっと悪いこと言っちゃうんですけど、ちょっとカノコの素材感とこのポケット T
T シャツ、ポケット T シャツ最近あんまり見ないですけど、ポケティデザインとジャストサイズ感がやっぱりスポーツ感がちょっとあると思うんですよね。着こなし方次第なんで別に一概にそうとは言わないんですけど、ロングのスラックスとかワイドパンツとかに合わせれば全然今っぽくも合わせられるんですけど、例えば短パンと合わせるとこんな感じ、トレーニングウェア感があるでしょ。で、実際にこれ機能性的にはトレーニングウェアとして使ってももう申し分がないぐらい高機能なんですよ。速乾性だったりとか通気性高かったりとか接触冷感だったりとか動きやすさだったりとか、もう何の文句もないぐらいトレーニングウェアとしても使えるので、むしろ僕はこれスポーツウェアとして使ってもいいんじゃないのかなと正直思います。で、逆におしゃれ着として使うんだと短パンで合わせるとちょっと危険かなと思います。合わせるんだったらスラックスとかロングレングスの普通のパンツで合わせた方が綺麗に決まるかなというふうに思うので、ちょっとそこだけスポーツ感が強いっていうことだけ意識してですね、いいか悪いかジャッジしてもらえるといいかなというふうに思います。ちなみに175センチ65キロの僕で L サイズ着用しています。続いていきましょう。これ個人的にマストバイレベルなんですけど、ウルトラストレッチアクティブハーフパンツ2990円。これ一言でまとめると最強ハーフパンツ、綺麗に合わせるならこれで決まりというところなんですけど、ポイント3つに絞って着用画像も見ながら説明させていただきます。ポイント1つ目、超高機能、暑がりな人のための夏の短パンだと思います。これ何が言いたいかっていうと、僕ね、短パンは正直ユニクロのですねナイロンギアショートパンツが最強レベルかなって実は思ってるんですよ。ナイロンギアショートパンツ、こちらですね、ちょっとアウトドア感のあるデザインなんですけど、これまた今度 YouTube で紹介しますけど、マジで機能性超高いし、シルエットめちゃくちゃ綺麗だし、ナイロン素材もですねマットに少し仕上げてあって、あんまりスポーツ感が出ないようにしてるんですよ。このナイロンギアショートパンツが完成度高くて、今ヨーロッパ圏内ですっごい人気あるんですね。ユニクロのこのナイロンギアショートパンツ、本格アウトドアのショートパンツがこの値段で買えるってかなり人気が高いんですけれども、ただナイロンギアショートパンツ若干グラミチみたいに若干アウトドア感が強いんですね。なのでアウトドアっぽい短パンがそこまで好きじゃないっていう人はこっちを選ぶべきだと思います。まあ確かにナイロンギアショートパンツシルエット綺麗なんだけど、ポケットが多くてちょっとアウトドア感があるのが個人的に好きじゃないんだよなーって思ったら、これまず機能性のお話からさせてください。まずね、ストレッチがやばい、縦も横も思いっきり伸びます。だから履いててストレス全くないです。あとは軽いです。普通の短パンと比べてもだいぶ軽くて生地感も薄いので蒸れることがないです。で、蒸れることがないっていう根拠、ポケット部分の裏もメッシュになってるんですよ。通常ポケットっていうのは、まあこういうこうバックポケットあるじゃないですか。バックポケットこう入れる、財布とかスマホとか入れるじゃないですか。入れるポケットって通常、まあこういう表側の布みたいなのを使うと思うんですけど、今回使ってるのって全部メッシュなんですね。ポケット裏は全てメッシュで構成されているので、どうしてもポケットの裏地素材を普通の素材にすると当たり前だけど、生地がポケットの表、ポケットの裏、そして表生地と三重になるんですよ。そうするとポケットをたくさんつけて機能性を増やそうとするとどうしても蒸れやすい構造になっちゃうんですね。ショートパンツって蒸れにくくて快適っていうのが一番優先されるじゃないですか。日本だと高温多湿なんで夏過ごしにくいんで涼しくしたいってみんな思うはず。でもポケットをつけてたくさん物を入れて手ぶらで歩けるようにしようって考えると、当然ポケットをつけた分だけ裏地の量が増えていってどん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 蒸れやすくなるんですよ。で、これポケットも結構たくさんついてるんですよ。左右の2つと裏側の両方2つなんで計4ポケット、結構深めのポケットが4つあるので、まあスマホ入れて財布入れて小物を入れるぐらいだったらもうバッグいらないんですね。だからこうすると普通は蒸れちゃうんだけど、それをメッシュにすることである程度解決してるっていうのがこのパンツのいいところだと思いますし、あともう一つこれ結構いい発明だなと思って自分のアイテムでもパクりたいなこの機能って思ったのが、ドローコード、ウエストがですね結構珍しいと思います。ウエストがこういうドローコードになってるんですよ。で、ドローコードって普通こう2本出ててギュッてやってこう縛るじゃないですか。じゃなくてこのドローコードのところにですねこういうアジャスターがついていて、ここでグーッとワンタッチで縛れるんですよ。伝わるかな、これね、これね、これがついてるんですよ。見覚えありますよね、このこういう機能ね。ここでこう上下してこうグーッてやるやつ、
これめっちゃ便利ですね。ウエストのホールド感強いし、あと緩くならないんですよ、履いてても。ドローコードが2本出てて自分で縛るタイプのやつって歩いてると緩くなってくるじゃないですか。でこれがこのアジャスターがついてると緩まらないんですよ。いくら歩いても、まあいくら歩いてもって言ったら大げさかもしんないけど、かなり動いてもですね変わらないです。僕撮影の時に試しに履いて、そして撮影して、でしばらくこれ履いていたんですけど全然変わらないです。なので、あのショートパンツの、あのドローコードのストレスが一切ないので、これ結構発明じゃないかな。まあ他のブランドでも見ます、ニードルスの、パンツとかでもありますけど、まあよく見るっちゃよく見るんだけど、でもあのいいと思います。すごくスポーツウェア並みの機能性なんで非常におすすめでございます。あとはですね、ポイント2つ目、今言ったことをですね全部詰め込んで2990円、これ格安すぎると思います。まあ2990円のショートパンツを高いと捉えるか安いと捉えるかって結構難しい話かもしれないんですけど、今の時代だとやっぱり安いのって本当に安いんで、3桁のショートパンツとかもあるじゃないですか。 ZOZO タウンとか見ても、楽天とか見ても3桁のショートパンツってたまに出てくるぐらいあるので、2990円別に安くないよって思うかもしれないんだけど、素材感も安っぽくないし、いろんな機能が今言った通り詰め込まれてるじゃないですか。で洗っても全然風合い変わらないです。これあの洗いかけてもシワ残りないですし、速乾性も高いので耐久性も高いです。なのでそれで2990円だったら僕は安いんじゃないかなと思います。これ他のブランドがこの機能を全部詰め込んで2990円で作れるかって言われたら、かなり難しいし難易度高いんじゃないのかなって正直思うので、これはありだと思います。コスパ的には神だと思いますね。そして最後ポイント3つ目なんですけど、これ結構大事なんですけど、足が細く綺麗に見えるバランスになってます。足が細く綺麗に見えるショートパンツのバランスっていうのは前も説明したと思うんですけど、基本的に膝上かもしくは膝ジャストぐらいの丈で、でなおかつ裾が少し緩めのものがおすすめです。なぜかというと、膝上の方がいいっていうのは、まあこれ鏡の前で比べてみればわかるんですけど、膝下のショートパンツと膝上のショートパンツ比べてみると、膝上の方が明らかに足長く見えます。なんでかっていうと、短パンを履いた時の足の長さっていうのは露出している素肌の長さで決まるんですね。露出している素肌の長さが長ければ長いほど足が長いっていうふうに僕らは無意識に認識するんです。だから膝下の短パン、クロップトパンツとか膝下の短パンとかを選んでしまうと、ちょっと足短く見えるんですよ。ただそれをまあルーズな印象でちょっと子供っぽい印象にして、その分上をシャツで綺麗にするとかっていうストリートライクな着こなしだったら全然ありなんですけれど、単純に足を長く見せようとだけ思うのなら、膝上の方がバランスは綺麗に見えます。で裾の幅なんですけど、裾の幅が細いとですね、ムチッとして足って太く見えるんですよ。でも裾幅が広いとですね、幅が広いと対比で足って細く見えるので、幅もですねこれ広くなってるから、足が、まあ、膝上ってこともあって足が長く細く見えるのがこのパンツのいいバランスだと思います。僕の着用写真見てもそこそこ綺麗だと思います。僕足結構太いし足短いんですけど、それでもここまで綺麗に見えるので結構おすすめでございます。バランス的にはね。なので高機能で、しかも、まあ、ストレッチ性とかがあって値段も安い2990円、加えてシルエットも綺麗というところで、非常におすすめでございます。ポケットにジップがついてるのもすごくいいと思います。まあ物が落ちやすい、まあバッグなしで歩くんだったら財布とかも当然入れるわけだから、ジップがないとちょっと不安じゃないですか。そういうところまで考えられてるから、このアイテム結構ねおすすめでございます。さあ佳境になってきました、続いては感動イージーパンツセットアップ可能でございます。3990円、ポイントいくつか分けて話をしようと思うんですけど、まずポイント1つ目、軽量でややタイトで動きやすいというところ。スラックスって、基本的に機能性あんまりないものが、まあ普通に考えたら多いじゃないですか。でもこれ相変わらずですね、さっき説明した通りなんだけど、裏地のポケットの裏メッシュになっていたりだとか、生地自体がそもそも軽かったりとか薄かったりするので非常に動きやすいです。あとはドローコードもついてますし、まあ絞るタイプ、あ縛るタイプだけどね、ついてますし、あとはですねサイクリングとかも意識してるみたいで、やや細めの裾幅になってるんですよ。自転車とか漕ぐ時にもですね、裾がバタつかないぐらいのタイトさなので、小切れ
麗に見えるのと動きやすいっていうのが両立できてると思います。でポイント2つ目なんですけれども、中年に優しいウエスト緩め裾細めのバランスになってます。まあどうしてもね、中年になってくると30代差し掛かってくるとお腹が出てくる人多いと思うんですけれども、このパンツですね、結構ウエスト緩めになってるし、もも周りとかお尻周りかなりゆったりしてます。でも裾は割と細めになってるから、ウエスト周りは楽ちんなんだけど、でも綺麗な細身のシルエットに見えるっていうバランスなので、シルエットのバランスはすごく綺麗だと思います。で最後3つ目なんですけど、これちょっとデメリットでもあるんですけど、センタープレスがないんですよ。本来感動パンツだとセンタープレスがついてて、スラックスライクで大人っぽいんですけど、これついてないんです。でついてないから、スラックスっていう風に見えないですね、正直。なので普通のなんか、なんていうのかな、スポーツパンツみたいに見えるので、この辺ちょっと好み分かれるかもしれないですね。大人っぽく着たいっていう人はやっぱりセンタープレスが欲しいって思う人多いと思うので、僕も正直これセンタープレスあった方が正直好きなんですけど、なくなってるから、この辺はちょっと好みがあるかなというふうに思います。まあただセンタープレスがないこういう機能的なフルレングスのパンツって、いかにもニューヨークっぽいブランド、ニューヨークとか、まあ、やっぱり機能的なアイテムすごく好きなんで、こういうのにパーカーとか合わせて足元ナイキでサイクリングしながら、あの公園行くみたいなさ、公園でサンドイッチ食うみたいな、ニューヨークっぽいいかにも提案なので、まあ、セオリーらしいといえばらしいんですけど、個人的にはあのセンタープレスあった方が好きだなとは思います。ちなみにサイズは175cm、65kg の私で L サイズ着用なんですけれども、このパンツだけはですね、 L サイズじゃなくて M でも正直いいかなというふうに思いました。結構ウエスト緩いんで、ワンサイズ落としてもいけると思うから、より大人っぽく細身に着たい人はワンサイズもしかしたら落としてもいけると思います。ぜひこれサイズ間違えないようにしてください。さあ、そして最後、最後2方あるんですけど、感動イージーショートパンツセットアップ可能2990円と、感動イージーショートパンツ2990円です。これただ色が違うだけなので、まあ、セットアップにできる色と、できない色等とありますので、まあ、ただそれだけの話なので、一緒くたに語ってしまいます。感動イージーショートパンツなんですけど、まあ、ベーシックな短パンとして使いやすいです。ポイント一つ目はですね、感動ジャケットと合わせてセットアップにできるというところ。これ実際に着用画像こんな感じです。感動ジャケットと合わせるとですね、セットアップにできます。なので感動ジャケットにショートパンツのセットアップって、暑いんだか寒いんだか分かんなくねって思うかもしれないんですけど、感動ジャケットってそもそもかなり通気性が良くて軽いから、シャツぐらいの防寒性しかないんですよ。なのでジャケットと合わせてもそんなに暑苦しい感じではないので、例えば夏の夜とか今ぐらいの、あの気候ですね、今ぐらいの気候の時にジャケットと合わせて、ジャケットプラスショートパンツっていう面白い着こなしをしてもありかなというふうに思います。夏前のセットアップっていうかね、個人的にはこの着こなしそんなに嫌いじゃないです。ポイント2つ目、フォーマルライクかつ機能的。これはちょっと説明が必要なんですけど、まず素材感、スラックスっぽく見えるんですよ。スラックスっぽく見えるので、あの素材感もウールっぽく見えるっちゃ見えます。遠目で見るとね、ウールっぽく見えるので、フォーマルっぽい印象なんですよ。で、なおかつですね、ウエストをよく見てもらうとわかるんですけど、こうやってゴムがね、入ってるんですね、ウエストに。わかるかな？こっちの方がわかるかな？ゴムが入ってるんですよ。こう伸縮するゴムが、だからベルトつけなくてもある程度こうフィット感があるんですけど、ただゴムが入ってるのは目立たないサイド部分だけで、フロントはゴムが入ってるかわからないようにこうギャザーがついてないんですね。実は裏側もギャザーついてないです。サイド部分だけゴムが入ってるギャザーがついてるので、ゴムが入ってるんだけど実は全然ゴム入ってないように見えるので、フォーマルっぽさを保ちつつ機能性もありますよっていうバランスの良さがこのパンツのいいところかなというふうには思います。あとはですね、ポケットですね。ポケットがこれ実は結構凝っていて、ちょっとよく見てください。まずはポケット、左右に2つあります。ここに2つあります、左右に2つあります。普通のポケットですね。後ろ側も2つポケットがあって、実は後ろ側のポケットはどちらもジップがついています。で、裏地ももちろんメッシュになっています。なので、まあ、大事なものはバックポケットに入れるとか、財布とかはねバックポケットに入れるとかでもいいと思いますし、そしてもう一つ、実は右側のポケットの隣にですね、コンシールジップをつけたミニポケットが存在します。ジップ付きのミニポケットがあるので、ここは例えばこう大事なもの、僕だったらこれね、スマホはね、僕が持ってるスマホって、iPhone12 の Pro なんでちょっとでかいんですけど、ギリギリ入るぐらいです。あー、まあまあって感じですね。ギリギリ入りますね。
ギリギリ入りますので、ジップポケット使っていいと思うんです。スマホ入れていいと思うんですけど、僕はこのぐらいのジップのサイズだったら、あの車のスマートキーとかをポンって入れて、こうジップで止めておくっていうのがいいかなと正直思います。あとはなくなりそうなやつ、AirPods とか、あのそういうのを入れるのがすごくいいのかなというふうには思っております。まあ、使い方は自由自在。まあ、iPhone、このプロのサイズが入るんだったら、まあ、大体のスマホは入ると思うんですけど、まあ、スマホジップでしまうとなんかこう、取るのめんどくさいんで、僕はなんかスマートキーとかいいんじゃないかなと個人的には思っております。いずれにしてもですね、フォーマルな印象がありつつも、高機能っていうところを追求しているので、これはとてもバランスに優れたアイテムじゃないかなというふうに思います。そしてポイント3つ目なんですけど、まあ、ベーシックな短パンとして使いやすいっていうのが全てだと思います。あのさっき説明した膝上、裾広、裾幅広っていうのもバランスとしてはしっかりできてます。もうちょっと裾幅広い方が個人的にはいいけど、まあスラックスっぽく見せたいからあんまりダボダボさせたくないっていう思いがあったんでしょう。ギリギリでもこれでもありだと思います。そんなにバランスは悪くないです。なので足長足細効果もあって、かつ多ポケットで機能性も高いと。そして軽くて洗濯機にぶち込んで洗えてシワも残らないので、まあそういう意味でかなり機能性は高いで、2990円だったら全然ありだと思います。ただ僕はシルエットの感じを考えると、さっきのこのイージーパンツの方が好きですね。こっちの方が裾幅広くてバランスよく見えるので、僕はこっちの方が好きだけど、ただスラックスっぽいのが欲しいと思うんだったらこの感動イージーショートパンツの方がいいと思うので、ちょっとだけスポーツっぽいのを選ぶのか、スラックスっぽいのを選ぶんだけどちょっとだけシルエットが足がちょっとだけムチッと見えるっていうのを選ぶのか、この辺は好み次第だと思うんだけど、僕はこっちの方が好きかな、スポーツっぽい方が好きかなというふうには思います。この辺は好みの問題なので参考にしてもらえばというふうに思います。感動イージーショートパンツは 175cm65kg の私で L を着用しています。これ一応ウエストで考えるともうワンサイズ落とせるんですけど、ただもうワンサイズ落とすと裾幅も細くなっちゃって足結構ムチッとしちゃうので、これはあんまりサイズ落とさない方がいいと思います。なのでさっきのパンツ、フルレングスのパンツはサイズ落としてもいいと思います。 M サイズにしてもいいと思うんですけれども、このパンツ短パンに関してはいつものサイズを選んだ方が間違いないとは思います。はい、ということでユニクロセオリーコラボ、今から買える8型ですね、全部解説していきました。個人的におすすめはやっぱりウルトラストレッチアクティブハーフパンツ2990円、これがベストかなというふうに思っております。あとはエアリズムスリムフィットポロシャツ2990円、これも1万円以下のポロシャツで悩んでるんだったらこれがおすすめかなというところですね。それ以外のアイテムはやっぱりあのメリットとデメリットがちょっと混在しているので、まあビジカジ目的の人はほぼ全ての商品がおすすめではあるんですけど、逆にオーバーサイズとかトレンドライクな着こなしが好きな人はあんまり今回のコレクションっていうのはおすすめ正直できないです。なのでビジカジ目線の人におすすめ、ビジカジじゃなくて普通に使う人はポロシャツと短パン、この辺が狙いどころかなというふうに思います。在庫まだありそうなので、もしよかったらチェックしてみてください。はい、というわけで今日はこの辺で終わりにさせていただきます。私メルマガ配信しております。メルマガは文章と動画で毎週日曜日ハイブリッドでお届けしております。文章は、5万文字でユニクロ以上の超お得アイテムを紹介したり、着こなし相談、 Q&A 機能など豊富で読めばおしゃれになるファッション知識の宝庫となっております。それ以外にもビジネスや時事ネタだったり人生観だったりとか様々なことに触れているので、外見も内面もおしゃれになる、かっこよくなるというテーマでですね、大人に必要な情報源を発信しております。動画に関しては毎週 2,3 本配信しております。ライブ配信も同時に行ってますので、ぜひよかったらチェックしてみてください。 AGA の情報なども配信しております。はい、というわけで MB チャンネル、今日はここまで。ユニクロセオリーについてお届けしました。よかったら高評価とチャンネル登録お願いします。またお会いしましょう。 MB でした。バイバイ。